こんにちは、ビーハイニア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。永井豪原作デビルマン新作アニメが制作決定、今年の秋劇場公開ということで、いやデビルマンですね、まさかまさかですね。いや本当に昔の作品でですね、今もですね好きな方が多くいらっしゃって、こちらのタイトルというか、アニメの方もですね、漫画もですね、結構何回もいろんな形でですね、使えているものにはなりますが、それがですね、今回劇場アニメということで、一体どんなものになるのかというのはですね、かなり楽しみなところではないかと思います。こちらですね、ガルパンを手掛けたですね、アクタス、こちらの会社さんがですね制作の方を行うということです。あとですね半年余りですかね、時間はありますが、どんなものになるのか、ぜひともですね、楽しみにしたいと、楽しみにされる方もですね、いらっしゃるかと思います。弊社の方もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラクジョブということでですね、さまざまな求人情報を扱っております。中にはですね、そういった、ある程度人気の作品のですね、リメイクといっていいんですかね、作品をですね、手掛けているようなアニメ会社さんというのもですね、あったりします。それ以外にも元請けとしてですね、制作している会社さんまではですね、一風変わった、結構ですね、アーティスティックな、作品をですね、手掛けているような会社さんなどなど、それぞれですね、個性のですね、ある会社さんが、多く揃っております。ぜひとも興味のある方はですね一度検索してみて、ご覧になってみていただければと思います。よろしくお願いします。